いつかの監督の言葉が近頃、よく頭に浮かびます。お前のためにチームがあるんじゃねえ。チームのためにお前がいるんだ。ここでは誰も僕のフルスイングに興味を持ってくれません。監督やバッファローズのみんなに迷惑をかけておきながら、今おめおめと帰るわけにはいきません。いつか僕のプレイでみんなに借りを返せるようになるまで、頑張るつもりです。ベースボールの国アメリカの、その空気を吸うだけで僕は高く飛べると思っていたのかなぁ。